三角三角。何々のことなら何でも知ってるよと自信があるものってありますかってあるんだけど、はいはいはい、これはもう、はい、ゆうまくん、え、あれかい、言っちゃいます、ストーンリバー的なストーンリバー的な、そうですね、ヒューマンかい、ストーンリバーヒューマンのことだったら何でも知ってますあの、え、いや、うん、石川海人のことだったら何でも知ってますけどいや僕これ見た時に何かあるかなって言って、ね、うん、これしか出てこなかったんで、ね、何でも知ってる、そうだね、うん、ほんとさ、はい、もうだって一時期さ、はい、あの一緒にさ遊んだりとかさ、はい、飲んだりしてもさ、はいはい、あのあこの後あの俺今送ってくんで、これにしまってくんで、カイト君がさ、ええ、彼しかみたいな、これね事実ですからね。本当に今日泊まってくんでとか送ってくんでみたいな、うん、謎のそのまわかる、ま泊まるはまあまあまあわかるとして、うん、送ってくんでってなんやねんみたいな。いやなんだろうそれみたいな、なんか送るってまあ、泊まるならば帰るのわかるけどみたいな、うん、一緒に最後別のとこ帰るのに送ってくっていうあの彼氏感すごいですよね。カイト君もあのまっすぐなところあるじゃないですか。いや彼はそうです ね、うん、ね、もうド直球の男なのですごいいい、でもだからこそこうやっぱりだ僕逆にあのこう見てて一歩僕はこう前に行く前にこう結構壁をぶち破らなきゃいけないっていうのがあるんですよ、マリより見ちゃって気にそうですね、なんかしちゃったりね、右の方がいいんじゃないか左の方がいいんじゃないか、でもそういう時にカイト君は結構あの逆にもうバーンっていって引っ張ってくれるんですよね。だそういうところがやっぱこう多分相性はいいんだろうなって思いながら、いやいいよね、でなんかそれでさ自分自身もさ、はい、こう成長できたりとかさ、うん、そうそうそう思います、見ててああいいなーとかっこいいなーって思うことはいっぱいありますし、ね、いやきっとカイト君からしたらユウマ君にそういうとこいっぱいあるんじゃない、うん、でなんかお互いこう竹目あったりみたいななんか出てない人の話でこういい話しちゃうなんかしちゃいましたね、なんかそうだね、なんかすごい、うん、ありがとうカイト君、いやそうこのテーマトークの前に、はい、ね、何でも知ってることなんてあるっつって相談をしたらうん、なるほどってありました、一個だけありましたよっつってそれはもしかして石川カイトいやもう、いやあの初めてイヤモニっていうものを僕つけるのでちょっと手間取っております。プロデューサープロデューサー来い、つけてやるから。君本当につけたことないだろ。本当にないんです、助けてください。石川君つけたことない、仲直りの儀式だ。ほらこうやってつけるこれな。このくだり全国の劇場で見られてるか大丈夫だね。いや耳に入れるとこまで。 Let's play the music。 いつでもここへ